はい、来ましたよ。タイ名物です。はい、サソリですね。芋虫ですね。食べますよ。食べたことある？うわ、もつのも怖い。彼女は食べたことないけど、彼は食べたこと。もつのも怖い。鶏みたい。いや、勘弁してください。今から伊藤が食べます。いやこれはワニ、猫、アジミ。うわぁ、これ主食辛い。頭からうまい。何言ってます。伊藤が言ってます。わぁ、伊藤が言ってます。ワニ、猫。うまい。ワニ、猫。わかりにくい。お、食べた。今日のショートの後。出した。硬そう。はい、ワニ、猫。うまい。いや、ちょっと、これ。うまい。頭やん、これ、ね、頭一番きつくない？ここしんどくね。むしろ足がいい。なんかあれだね、鳥くらい。そうです。肩、匂い、傷。そこ一番ぐちゃいくよ。ぐちゃいよ。食べ、あ、ここ一番怖いとこですね。白いものブルニューって言ってくる。一番食べたくないとこ。一番いいとこ、ソーシに。でも、おかきになるの。はい、はい。あれ、だいぶ違うぞ、これ。多分これ逆サンプルだぞ、これ。これこっち食っちゃったもん。これは食べれない。ガイドさん。このままは食べれない。味気ないかな。こっちでいい？これはそのままで、でも味にしたいから渡そうと思った。別にそのままの新聞。おい、今からあげるんだ。はい、本当はこれですね。揚げた後食べた方がいいみたいですね。大きさが全然違いますね。生です。生のサソリいっちゃいました。あ、もうカチカチですよ。もうあの硬いでもサソリ1匹ってお金払ってここにまだあげる前のがあって、それをバリバリ。そしたら今、はい、できたよ。これ開けた安い味見したいだったろうと食べたいだった。大丈夫なの？そう、これ OK やってくれました。これの方が、まあ、すぐ食べます。はい、どうぞ。かっちゃん、じゃあこれ、気持ちで返したら今あげてくれてます。食べます？ゆりさん行きますね。食べ、はい、それでは私も初サソリを、はい、いきたいと思います。眠れなくなっちゃいますよ、今晩。大丈夫です。伊藤さん、よろしくね。おえおえじゃない、ラッキーですね。無理、怖い。あ、うまい。これちょっと揚げたの食べたい。揚げたの。全然いけるこれ。あ、全然いける。全然うまい。うまい。すごい味がついてる。ビール塩味ついた。今頼んだ方がいいですか？みんな一匹。さっきのやつを食べかけをあげてくれたんだ。
こっちの方が美味しいです。じゃあいただきます。待ってこっち。完食よ。錦300です。お会計お願いします。オッケー。あもう。この後払う。オッケー。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。食べるとなんか。Good.